結婚後初のアイスショーを行った羽生結弦さんの性格についてお話をさせていただきたいと思います。アイスショーでは2時間半12曲を踊り切り、絶対に疲れてきつい中でのこの対応がマジでヤバヤバすぎてびっくりしたんです。それがこちらになります。どうぞ。そして限界に挑みながらもいい演技ができるようにまた頑張りたいなという気持ちに改めてなりました。よろしくお願いします。本当に皆さんありがとうございました。気をつけてまたいい振りとかもやっているんで。羽生さんのこの気遣い素晴らしくないですか？丁寧な言葉遣いだけでもすごいと思ったのに、記者の体調まで心配してくれるなんて、彼はもはや神レベルです。こんないい人羽生さんを皆さんぜひ応援してください。